はい、タンタンです。ヘッドウェイの方からですね、ウクレレ、こういった可愛らしいデザインのウクレレの方が入荷してまいりました。ですね、先日の大阪のメッセでまた発表になったんですけれども、こちら、まず桜モデルですね。ギターの方、うちの方も何本もお取り扱いさせてもらってますけれども、そちらの、ウクレレ版っていう形になりますね。で、名前の通りボディとボディですね、トップ、サイド、バック、こちらの方には、桜の木を使ってますね。で、いわゆる、ピンク色ですかね、このピンクに一応着色してかなり可愛らしい印象になってるかなというところで、あとは、特徴的なのはこのヘッドの付き板と指板、あとピックガード、それとブリッジですね。こちらパープルハートの木を使ってちょっと紫がかった、これもまたデザイン的に非常に、特徴のある雰囲気になっております。でもちろん音の方もこんな、結構軽やかな感じで鳴りも非常に良いですし、非常に使える一本に、デザインだけじゃなくてね、この音の面でも、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。もちろんこんな感じなのでデザインなんで、前にね、桜のギターを買った方とかはね、ぜひセットで持っておきたいなと思わせるようなこうデザインの一本になってるんじゃないかと思いますね。すごくステージ映えもこういうデザインなんでしますから、あのピックアップなんかをね、取り付けて使うっていうのも、ありなんじゃないかなと思います。こんな感じで指板なんかもね、こういう感じで、写真の方が分かりやすいかもしれないですけれども、桜の花びらをね、こういった形で、デザインして、いますので、この辺りもちょっと他のね、普通のタイプの、ね、ウクレレとかにはない独特の、可愛らしいデザインになってるんじゃないかなと思います。ガードの方もね、ここにワンポイントこう入ってるんですけども、ここも、セルかなと、あとここは木でね、こう埋めて、結構ちょっと凝ったデザインにもなっております。こんな感じですね。かなり、弾きやすいですし、うちの方でもね、ちょっと調整しまして、原稿の方も、かなり弾きやすい感じにはセットしてあります。ちょうど2ミリちょっとぐらいですかね、 2.2 とかそのぐらいの弦高までに、調整の方をしてますんで、非常にこう弾きやすくなってますから、これからね、初めての方とか女性の方とかでも、かなり演奏にはこうストレスなく使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回入荷してまいりましたヘッドウェイのですね、ウクレレ、型番が HUS の桜フォーティースになってますので、今年ヘッドウェイが40周年の年になってますんで、そちらの、こちらもその記念をして、作ってるという形でフォーティースという形の型番がついております。ということで、こちらですね、一応限定生産になるんじゃないかということなので、気になった方はぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。